今日はタコトラ会へ来てくださりありがとうございます。たこ焼きどんどん焼いていきますので、ドリンクで皆さんドリンク行き渡ったら乾杯しつつスタートしていけたらと思うのでよろしくお願いします。タコトラ会スタートでーす。たこ焼きパーティー、たこ焼きパーティー最高やん。こういうパーティー5年ぶりぐらいかもしれない。いろいろね、なかなかできなかったもんね。できなかったからもうめっちゃ嬉しいなんですよ。よかったね。ハンドメイドのたこ焼きも楽しみにしてます。ゆり子は竹虎さんのたこ焼きはすごく昔に食べたことある。超昔食べたことあるなんですけど、ね、正直もう味が覚えてなくて、なんかすごい紙、もう紙みたいはうまかったって。そう、美味しかったです。ゆり子あれソース好きだもんね。ソース大好きなんですよ、ね、そうめっちゃかけるんですよ。もうはい、いただきます。はい、うーん、オーマイガー、美味しい、美味しい、柔らかい、美味しい。あ、この胸に幸せなんですよ。気絶しそう。はい、え、めっちゃうまい。なんかふつのたこ焼きとやっぱり違うんですね、味は。そう、なんでこだわってるからですよ。そうですよね、スーパーたこ焼きシェフですからね。ね、うん、ほんとうまいです。よかったね。え、これ3枚だけ足りないよ。さっきなんかもっと欲しい。もっと欲しい。300とか300食べる。300は食べたいです。わかりました。めっちゃうまいです。ボニッシモ、ワノ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 。はい、原さん、待ってましたよ。なんかビールオーダー入りました？はい、やるんすね。いつもの？はい、ファイターさん、はい、いつも編集ありがとうございます。いや、こちらこそ、いつも美味しいたこ焼きありがとうございます。いつも無茶な編集に答えていただいて、はい、頑張っております。すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ食べていただいて。はい、うん、うん、いや、いつも通り素晴らしい。このたこ焼きが多分日本で一番美味しいですね。美味しい。
い、板澤さん。はい、どうもです。めっちゃ久々。はい、どうもご無沙汰しております。はい。以前ね、来てくれた時に、はい、竹戸さんのたこ焼き食べたと思いますが。そうですね。味覚えてましたか？いや、めちゃくちゃうまかったのは覚えてるんですけど、うん、ちょっとね、味まではやっぱり結構前なんですよね。竹戸さん、じゃあいただきます。はい。うまっ。いや、本当。想像してたより、ちゃんと超えてきますね。本当。美味しい。やっぱね、とろっとしてるのがいいですね。いいですね。うん。ね、そう、うちの。ソースもバッチリ絡んできて、もう無限に食えますね。よかった。はい。ありがとうございます。はい、どうもです。まだまだ、ちょっと。そう。今100個ぐらい食って帰ろうかな。いやいや、ね、そんな出てこないから。はい、いや、大丈夫です。100個食べて帰ります。ありがとうございます。はい、どうもです。この後も楽しんでください。はい、どうもありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。はい、というわけで、はい。青さんによく間違えられるケンさん。いや、ケンさんによく間違えられる青です。はい、はい、ね。じゃあ、いただきます。はい、はい、どうぞ。いただきます。今までで食べたたこ焼きの中で、まあ、ダントツなのはもう言うまでもないんだけど、多分未来永劫これ超えるたこ焼き多分食べれないです。マジで？職員何十年も、その一つの仕事だけをやってる職人とかが作れるレベル の人間国宝みたいな、そういったレベルだと思います。はい、そんなわけで、はい、じゃあ早速ですが、はい、竹虎のたこ焼きを食べて感想をお願いします。いただきますよ。やっぱりたこ焼きといえば爪楊枝ですからね。待って、マジ気絶します。いや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 、とっても美味しいです。神様に感謝、ありがとうございます。はい、お待たせしました。たこ焼きの焼き方講座行きたいと思います。で、生地は、まあ、自分は小麦粉から作ってるんですけども、市販の生地でも、はい、山芋のすりおろしちょっと加えたり、だし、もう顆粒のだしでもいいんで、ちょっと入れるだけで味がだいぶ変わります。タコはできればメスダコを選んでください。何ですか。いいリアクションありがとうございます。メスダコの方が美味しいです。紅生姜、はい、紅生姜はこれ好みなんですけど、おすすめとしては 3,4 粒 2,3 粒程度パラパラ、端っこに沿って1個回しながら1回目は奥に押し込みます。口に沿って回しながら奥に押し込むと半回転していくんです。真ん中に集めて回しながら押し込むと半回転する。初めて聞いた。初めて聞いた。スーパーで買えるものも出てますので、そうなんです。天かすは2回に分けて、回したことない人、回したことない人、はい、初めて行きます。俺行きます。回し込むんだよね。押し込むよ。醤油が効いててすごく美味しいんですよ。で、さらに穴が三つ穴のキャップになってるんで、ハケでいちいち塗らなくてもこのまま直接たこ焼きに。で、これを本当に家でやろうとすると買ってこなきゃいけないんで、わざわざ。怒りは最初からついてるのがいい。素晴らしい。いきます。マヨビーン。参りました。はい、よろしくお願いします。ゴマリちゃんことゴミマリカです。はい、こんばんは。こんばんは。いつも原田の番見ていただきありがとうございます。本当にいつも楽しませていただいております。いただきます。みんなも食べたいかもしれないけど
はい、いただきます。うん、すごくうまい。本当に美味しいです。動画で一回竹虎さんがね作ってたやつを見てたんですけど、もう本当にもうあの音からしてめちゃくちゃ美味しそうなのが感じ取れてたんで、私も食いしん坊なんで、もう超絶今日楽しみにしてきました。最高です。みんなにも伝わればいいな。めっちゃ美味しいです本当に。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。うーまっ。食べやすくて、あ、よかったですね、はい、あの話も始めます。おかげさまで楽しいです。めちゃめちゃいただきます。 いただきます。うん、うん、あ、ふわふわですね。この大阪と同じ感じがしますね、うん、私東京来てからもたこ焼き作ってたんですけど、なんかこの大阪のイカリソースで食べるたこ焼きが久しぶりなので、すごい甘い懐かしい感じがして嬉しいです。おいしいね。じゃあこの後パーティー続くんで、はい、引き続き楽しんでいってください。ありがとうございます。